はい、やっぱり「の時代だなと思いました、はい、賛否両論」というね番組が始まりましてねこれねやっぱりテレビななんか見てる暇がないですねこの賛否両論でしかも今回出てるのが与沢翼さん堀江貴文さん三崎裕太さんそして光さんというねこの4人の方ですよこの4人の方をそれぞれずっと長屋でウォッチしてきた私がまさかこの4人が一堂に会するとはやっぱりねすごいですね YouTube。 テレビの企画じゃ絶対にやらないいしでできななすよねぜこの世にテレビから相当嫌われてると思うんですよだからテレビに出すもんかみたいなねムーブメントもある中で個人発信何の縛りもない YouTube っていうねプラットフォームが私たちの、まあ、言ってみれば夢を実現させてくれたかなとで与沢翼さんなんてずっとね堀江さんに会いたいなとかね話したいなというふうな思いもあったりとかで光さんもそうですしねそれから三崎裕太さんもいろいろとお言いたいことがあったでしょで堀江さんは堀江さんで やっぱこの4人のことをそれぞれね遠ざけていたところが随所事実にあってそれがねまさに一同にすするといいのは新しい時代だなと思いますよね、えー、考えてみたら堀江さんももう50私と同じですからねそれから光さんとか三崎優太さんもそろそろね次の世代にその座を明け渡す時期かなというふうに思いますし与田翼さんはね堀江さんのちょっと後に出てきたのかなという気もしますしいろいろ考えて。 やっぱ堀江さんがね20代だった頃っていうのはちょうどうんそうですよね前の世代っていうのは古い価値観の人だらけだったと思います全然そのインターネットってものを境にして前と後ろと世界が違うと思うんですよ、まあ、堀江さんがインターネットをこの世の中に広めそのインターネットを使って与沢翼さんとかねそれから三崎裕太さんとかあ青路光さんとか出てきたかな いいうところでございますねで。それを全て継承して次に社会に殴り込みをかけてくる20代はどんな人がこれから出てくるのかなと思うところでございますね、うん、まさに私もそうですけども世の中に幅を利かせる時代は終わりましたんでね。あとは蓄えでゆっくりとやっていくところとあとは自分に対する挑戦ですよね社会を変えてやるっていうよりも自分がものすごくいいなと思ったことを追求した結果社会が徐々に変わってくるのを見れるっていうのは私服なことだと思いますね。うん まあ、堀江さんもインターネットの会社ライブダウをやった後で今度はねテレビ局買収球団買収今はロケットですからね、うん、まあすごいなと思いますよねはいまあ「賛否両論」という番組、えー、確かね橘隆さんもすごく絶賛していたと思います非常に面白い番組ですぜひね、えー、ご覧いただきたいと思いますんで下の方にいろいろとリンクつけておきますそれではご覧ください